どうしたチビちゃん。お母さんの指輪取り出して眺めてたら意地悪な鳥に取られちゃったの。母親の指輪をなぜ持ってた。貸した人から取り返してって頼まれてたの。でも今は木の上にある。私登れないのに。鳥の巣があるな。あの巣に何か当ててみれば落とせるか。巣から何か落ちた。この人、その指輪に触らないで。それは私のものよ。返して。あの子の母親か。ママ母よ。指輪は夫がくれたの。あの子に盗まれたのよ。結婚してからあの子はずっと悩みの種なの。私は優しくしようと努力してるのに。あの子は貸したと言ってたが。実の母親は亡くなってる、はあ、以前はその人がつけてたのかもね。初耳だけど。死んだ元妻のものを送ったのか。うちは貧しいの。私は心のこもった贈り物を拒否しない。夫はいい人よ。私は愛してる。でもあの子は私を愛してくれない。実の母親の死を受け入れないの。これはあの子に渡そう。母親の唯一の形見だ。渡すことで関係も良くなるかもしれない。賢いわね。手放すのは辛いけどあの子が持つ方がふさわしいわ。渡してきてお願い。母親の形見だ。次からは気をつけろ。大切なものはしっかり守らなきゃダメだ。あそこでママ母と話してたでしょ。あの人指輪を取ろうとしてた。ほんとがめつい人。お前に渡していいと言ってた。仲良くしろよチビスケ。悪い人じゃないだろう。そうかもね。お母さんと話してくる。そうか、じゃあな。Elderman were he stunteris then a dull knapper and one eyes keen a leechness.
来る。